皆さんこんにちは、岡田真央です。はい、はい、今日は家ですか。これ家に見える。ここはいつものお世話になっております、はい、スポーティーコーヒーです。ちょっと今日はね、角度を変えてお送りしております、はい、というわけで、はい、あら、もう W リーグ開幕しましたね、はい、もうこれで全員 がそう、全部のチームがもう、うん、2戦しました、うん、1チームと2戦。このね、W リーグ開幕企画はこのまだもうちょっと続きますので、そうですね、はい、次のチーム、その、はい、その結果もちょっと踏まえながらやっていきたいと思います。はい、というわけで今日の、はい、チームは、はい、三菱とシャンソンです。あ、まず、ね、そう、この2人のその開幕戦確かに、うん、2チームってすごい、もう本当すごいなと思うの。ライバルなの、本当にライバル、すごい。この開幕2連戦も、うん、1日目が22日が三菱72対シャンソン70で、三菱が2点差で勝ってるでしょ。2点はちょっと、そうで、その2日目は三菱62、うん、シャンソン79、うん、ということで、ここは結構シャンソンの方がバッとね、すごいいいですね、このやっぱやり合いというか、この2チーム。ということで、うん、最初のチームは三菱電機コアラちゃんです。コアラ、ね、はい、VTR どうぞ。三菱電機コアラーズ3番フォワードの永井優奈と10番ポイントガードの伊崎みなみです。たくさんアピールできるように頑張ります。かわいい。私たち中堅陣が泥臭いプレーやハッスルプレーでチームを盛り上げていきます。応援よろしくお願いします。すごいね、アーチの高いシュートでした ね、 ね、この本当のこの永井結菜ちゃん、すごい本当最近もうメキメキと実力をつけて、もう三菱のすごく主力。あ、関西人じゃないですか。そう、大阪府ね。ね、どうですか。いや、全然なんか関西州はしなかった。ねえ、すごい、なんか大阪の、うん、ガツガツ感はないですよね、大阪の。大阪桐蔭、うん、大阪桐蔭も女子強いんですね。そうですね、結構気になった、うん、中堅人みたいなこと言う、うん、言ってた。中堅人ってなんでなんで、わかるわかるよ、中堅人わかるじゃん。はい、というわけで、はい、このシュートを打ってくれた永井ちゃんは177センチの、大きい方に入る、まあ普通か。そうですね、フォワード、うん、フォワードです。で、まあ、これもマネージャーさん情報ですね。いきます、永井選手は完全に末っ子気質です。プレーでは力強い一面もありますが、コート外はおっとりでみんなに可愛がられるタイプですね。いや、もうその感じすごいする。さすが中堅人。いや、もういじるやん。中堅人です。でもおっとりした感じはわかる。でもコートでは本当に強い。なんかやっぱ思いっきりシュートも打つし、ドライブとかディフェンスとかもすごいハッスルするから、とてもいい選手です。いいですね。はい、でリバウンドしてくれた三崎みなみ選手はポイントガードの165センチ、私と同じだな。で静岡県出身の
トコハから三菱電機ってますね。でこの選手は一見しっかりして強そうに見えますが本当は末っ子気質で年上に甘えたいタイプです。末っ子気質言いすぎやろ。多いな大丈夫か、全員末っ子なんじゃん。たまたまこの二人が末っ子、中堅人の中堅人は末っ子気質が多いってことですね。でやっぱこの三菱はもうずっと私が大好きなそのレブちゃん、渡辺彩ちゃんがもう開幕戦とかもガンガンもう、なんだこの子ってぐらい何でもやってたんですけど、やっぱりだけどやっぱ周りの子たちもやっぱりすごい上手くなってて、ディフェンスとかもすごいプレッシャーかけるし、なんかやっぱその渡辺彩ちゃんだけじゃなくて他の子もガンガンこうドライブ行ったりとか、キックアウトシュートとかアシストとかもしてたんで、で大きい選手たちも外で、そうセンターの強化もあったし、で外からも打てるセンターもいるしということで、とてもいいチームになってたなと思います。はい、というわけで三菱さんありがとうございました。というわけで次はライバルのシャンソンですね。でシャンソンさんはね、シャンソンさんの YouTube チャンネルシャンソンさんがねの YouTube チャンネルも始めてて、なるほど、そうすごいやっぱシャンソンさんは可愛い選手めちゃめちゃ多いから、まあ、ピンクのなんかね、そうだねそのイメージもあるし、ね、っていうわけでいきたいと思います。はい、シャンソンベイマジックの宮坂桃奈です。背番号24番、ポジションはポイントガードです。同じくシャンソンベイマジック金田真奈、背番号3番、ポジションはシューティングガードです。10本連続で決めたいと思います。私たちの今年の目標は優勝です。そのためにワンフォアオール、オールフォアワンというスローガンのもと、コートに出ている5人はもちろん、ベンチにいるメンバー、スタッフ全員で一つになって戦います。アグレッシブなディフェンスとテンポの速いオフェンスで日本一を目指します。ぜひ会場をピンクに染めて一緒に戦ってください。全部宮坂ちゃんが喋った譲らんかったないや譲らんとかじゃないと思うよ、喋ってって言われて喋ったんだと思うんだけど、ね、というわけでまずこのお二人のご紹介をさせていただきたいと思います、はい、このシューターだった金田ちゃんは大阪府、はい、この子も出身ですね。そうで1998年生まれだから私の10個下だな、24歳。そうね、いらないでしょ。いやいるって。でこの選手のマネージャーさんの情報、はい、すごく努力家でチームがオフの日でもボールを触りに来てトレーニングに励んでいます。関西の子なのでツッコミが鋭くてチームでも笑いを起こしてくれますって感じですね。へえ、ツッコんでほしかったですね。ねえ、ちょっとなんか俺はみたいな。いやそう私喋らせろ的なね。いやいや、まあ逆にその喋らないっていう笑いを取りに来たのかもしれないですよね。そうよね、うん、逆にね。というわけで次宮坂桃奈ちゃんはポイントガードの163センチ、千葉県出身ですね、AB 型一緒だ。東京医療から新潟に行ってシャンソンに今年移籍してきました。本当にね、もうなんかすごいアグレッシブなガードっていうイメージなんですけど、マネージャーさん情報、バッシュのカラーバリエーションが豊富でいつもネイルも綺麗にしているおしゃれさんです。負けず嫌いなのでルーズボールやドライブエクス姿勢はチームでも一番だと思いますっていうことですね。おしゃれさんなんですよ。桃奈ちゃんも
前の新潟の時に末っ子気質だって言ってました多分でもこのシャンソンさんはまたこのね三菱さんとこの2連戦して、はい、もう楽しかったですね。シャンソンこんだけ揃えて、前も言ったんですけど、うん、日立からその谷村ちゃんとか北村ちゃんとかをこう主力を、あと新潟からこの宮坂ちゃんとかね、うん、その主力メンバーを集めで、もともといた主力のメンバーはそのままいて、でシャンソンは藤岡ちゃんが私何回も言ってる、はい、藤岡さんね、じゃないですか、はい、大好きなガードがすごい上手い子、はい、あの子が最近その持病を発表したんです、はいはいはい、発表されてましたね。そうそう、でまあその先シーズン、昨シーズンがあんまり出てなかったからどうしたのかなって多分思ってたし、うん、みんなも思ってたと思うんですけど、まあそういういろいろあって、はいはいはい、でもこの開幕戦は出てたので、もう本当に嬉しいなと思って、出てる嬉しいと思って、また見れるって感じで、はい、というわけで、シャンソンさんは8本で24秒 PR していただきました。本当に ありがとうございました。シャンソンさんもね、とても私ずっと好きだ好きだ言ってるから、はい、まあね、そう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 、このチームの次の試合とか言っといた方がいいですか。そうしよう、そうしよう。じゃあ三菱さんは明日、うん、新潟さんとやります。15時開始、15時開始。これは開催地は豊橋ですね、愛知県です。お、愛知、うん、愛知県なんで皆さんぜひ。豊橋いいな。で、あとシャンソンさんは東京羽田とやりますね、うん、これ30日ですね、はい、これも29、30、はいはい、そう、あ、そうか、そうか、そう、明日です、2Days、ね、そう、2Days。 これは千葉県成田市の、これなんて読む、10米スポーツフィールド、もう音読みなのか訓読みなのかどっちかがもう二択がわからん、まあね、まあまあ、というわけでこの2つですね、東京羽田さんとやります、はい、こんな感じなので皆さん明日三菱さんとシャンソンさんの試合、はい、ぜひ。他のチームももちろん、はい、それぞれやってますので、またバスケットライブで注目してください。はい。